今週ティンバでまた楽しみになってきたな。はい、メッチチャンネルです。メッチ2021FW ウィーク10やな。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。はい、今回コラボはティンバーランドですね。ティンバーさんね、僕何個かゲットしてねんな、これ。だから今回ティンバーランド何来るんかめちゃくちゃ楽しみやっていいや。ではちょっと、ティンバーランドの方の、コラボを見たいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。はい、ティンバーランド見ていきましたね。見ていって、これなぁ。おぉ、俺が今ピーンと来たやつあったで。あったで。あの、ジャケット。ジャケット。と、アンドパンツ。パンツのセットアップ。よくねぇ。よくねぇ。あれ、着眼見て、かっけぇと思った。かっけえと思って、あれ、俺、来たで。来たけど、やっぱマネーもんでもあるから、あれやねんけど、あの、ジャケットと、まあ、パンツだけでもいいっていう、あれもあんねんけど、ジャケットもええやん、あれ、セットアップええなと思った。あれ、よくないあれ。俺、あれ、ちょっと、着画見て、いや、ちょっと、と思った。ちょっと、と思ったけど、ほんま、あれはちょっとな、今回、来てないやんか、ブーツが何も来てないやん。アパレルのみやったやんか。俺、それもびっくりしてんねんな。いや、ブーツとか来るんかな思ったけど、来なかったちょっと、それびっくりしたけど、アパレルもええよな。これ、ほんなら、次、レギュラーの方やな。レギュラーの方を見たいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、レギュラー見ていきましたね。レギュラー見ていって、やっぱ一番パンできたのがやっぱな、ダウンとかもいいなと思ってよ。ダウンもいいし、あと、レザーのシャツ？シャツ？レザーのシャツどんなんか、俺、着たことないからわからんねんけど、レザーのシャツっていうのも気にはなる。ぶっちゃけあれ気になってけど、実物見てないからわからんねんけど、今、パーンと見て、パーンと来たっていうのは B2 かな。 B2 可愛くない？これ何何っていう B2 なの？ちょっと待ってな。 B2 のあの何やったっけ、カラフルなやつ、何色ものの、あの毛糸とか混ざってる、何やった、ざっくり編み込んだやつ。あの B2 あれ可愛いなと思った。あれ可愛いなと思った。あの B2 は俺は目についた。やっぱ B2 がな、目についたんよ。いや、もちろんダウンとかもいいねんけど、ダウンやっぱちょっとお値段かな、ちょ、あれかなと思ったんやな。シャツもちょっとみんなわからんかなと思う。内容で、あの、パッと見た感じでは、B2 いいと思うねんけどな、俺。俺 B2 好きやからな。B2 好きやから、俺 B2 はいいかなと思ったかな。な感じで、ウィーク10、見てきましたね。見てきて、ティンバーであれば、その、やっぱジャケットとパンツかな。あのセットアップって俺やったことないから、セットアップかっこええなと思って、あれがすごい、こう、焼き付いてる。焼き付いてんな。あれかっこええなと思った。めちゃくちゃかっこいいなと思ってな、あれは。刺さんねえな、あれ。で、あと、レギュラーで言えば、ダウンとか、あの、レザーシャツもいいねんけど、やっぱ、B2 さんかな、編み込んだ B2 さんかな、と思うのよ。あれは一発で、あ、B2 いいと思ったもん。別に B2 いいと思ったもん、あれ。
うん、この色味もな、ちょっと悩むねんけど、あのカラフルな感じがやっぱな、好きやねんな。うん、好きやねん、大阪やねん。ほんまあれーなと思ってな。あれ悩むな、これ。いや、これな、これすっげー悩む。いや、今回あの、ティンバーって言ったら、ブーツとかそんなん来るかなと思ってたから、いや、どんなん来るやろって。いや、そのティンバーで言えば、まあまあ、な、これとかあるやんか。うん、こういう類が来るんかなと思って。いや、もう俺もてるわ、こんなブーツ系来たらちょっとどうしようかなっていうのも考えてたんよ。うん。あとこれもあったな、これも。これも懐かしいと思った、これ。これも懐かしいと思ってな。ティンバーではなんかその、靴系ばっか買ってたから。いや、今回ちょっと、アパレルで考えたよな。アパレルは持ってないねんな。いや、今回ちょっとアパレルデビューしてもええかなって一瞬思うねんけど、やっぱ、ちょっとマネーの問題もあるやん。おー、あのセットアップもいいねんけど、パンツだけでもいいんかな。いや、これちょっと悩むねんな、これパンツが。パンツだけでいいんかなと思ったりも、思うねんけどな、これ。だけど、ま、これ、ざっと見たら、ま、B2 はすぐ刺さってるから B2 は欲しいっていう気持ちはめちゃくちゃあんねんよ。いかんせん、だけど、マネー問題であるやんか、正直。マネー問題もな、やっぱ抱えるやんか、やっぱ。やっぱ金がいっぱい山ほどあれば全部買うよ、それは。もちろんな、買うねんけど。やっぱ、そこはあるやんか。で、そう考えると、これやっぱ悩むねんな。悩むねん、これほんま悩むねんな、これ。いいのは、まあ、今週もやっぱな、刺さるのもあんねんよな。我慢はしなあかんっていうのもあるしな、これ。いや、これほんま悩むねんな、これ。これ毎週毎週、ちょっと今週やめようかっていうのはいつも思ってんねん。思うけどやっぱ気になるやんか。気になるし、これどうしようか、どうしたもんかと思う。どうしたもんかと思いますね。皆さんどうですかね、これ。ちょっと刺さるアイテムとか、こう、ありますかね、どうですかね。いや、わてはあんねんな、これ。まあ、毎回言ってるような感じやねんけど、あんねんな、やっぱ。で、今はまだな、7割、6割ぐらいのこのパワーかもわかんねんよ、これ。これええな、ええなっていうのが。だけど、だんだん日を追うごとに盛り上がってくるやんか。で、やっぱこっちの方がいいなっていうのも変わってきたりするやんか。やっぱこの悩む感じっていうのがもう楽しいやんか、この。もう週末に向けて、やっぱ調べていくやんか、細かく。今も全然分かってない状態で、さらっと見た感じで、いや、これええやんとか言って。まあ、知識全くないねんけどな。もう、そんな見たいと、いやー、これなぁと思って、だから着画見たら、着画のあるもの、ほんま気になってんねんな。だろ、両方セットでしたら、結構な値段するやんか、あれ。だろ、セットで一回着てみたいっていう夢はあんな。セットで俺、セットアップで着たことない、どうでやねんよ。セットアップって俺、ほんましたことないから、一回着てみたいっていうのもあるし、これほんま悩むな。パンツだけでもいいかなと思ったり、ほんま。いやー、だろ、一回、さらっと見たときは B2 がいいなっていうのもあるしな、これ。いや、これほんまないもん。いや、B2 は、なんか自分の着てる絵はもう絶対浮かぶっていう感じやからな。B2 はいいなと思うな、これ。ちょっと悩むな、これ。今週もちょっとな、これ、そろそろマネー的な問題。でも、もうすぐしたら、ナスボ時期入るやんか。ボーナス時期が。そう考えたら、ちょっと、もうええかなっていう気持ちもある反面、ちょっとあかんよなっていう、まだまだありやんか。もう今、折り返し来たんかな、だいたい。ウィーク10やったら、折り返しやんな、そろそろな。いやから、もうちょっと、ちょっと悩むわ、これ。あと、まだちょっと時間あるんで、この今、撮影時は、まだ時間あるんで、じっくり考えて、考えて、どうするかっていうのを考えていこうかなと思っている、メッチでした。メッチやでした。はい。ね、皆さんちょっと、で、今週、これがいいって刺さるアイテムがあれば、ちょっとやっぱテンション上がるもんな、ほんま。で、上がったら上がったで、マネー問題を抱えるっていうのはもう、あるあるやと思うねんけど、ちょっとじっくり悩んでいきましょう。はい。チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。なんか毎週楽しいな、これ週末でな。週末に向けるっていうのが楽しいな、ほんま。めちゃめちゃ最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。